812スーパーファストは、イタリアの高級自動車メーカー、フェラーリが製造、販売する FR スポーツカーである。2017年3月に開催された、ジュネーブ賞でお披露目され、F12 ベルリネッタ、F12 トン DF の後継にあたり、社名の812は、800馬力 V 型12気筒を意味する。最高出力の800馬力は、フェラーリ史上最もパワフルな、 ストラダーレ用エンジンである。なお、スーパーハストは1964年の500、スーパーハストのサブネームを復活させたものである。デザインは、フェラーリスタイリングセンターが担当し、ロングノーズハイテールのリアは、365GTB をイメージさせ、フェラーリは、ハイテールのにボックススタイルは1969年の、輝かしい名車 365GTB4 を、 早期させますと述べている。ヘッドライトは、フル LED、テールランプは、GTC4 ルッソに続き、丸型4等テールライトが採用された。2017年は、フェラーリ創業70周年を迎えることから、812、スーパーファストには70周年を記念した特別色、ロッソセッタンターンに、と、マットワームグレーが用意された。 エンジンは 6496ccv 型12、気筒自然吸気エンジンをフロントに積み、トランスアクスル方式を採用し、7足、デュアルクラッチを開始リアを駆動する。F12 ベルリネッタの 6262cc よりも 234cc 拡大され、出力は 800PS、8500rpm、トルクは 73.2kgm。 7000rpm を発生する。これは7 8 0 p s の f 1 2 t d f をしのぐ。フェラーリ初の電動パワーステアリングを採用。また、f 1 2 t ン d f に採用された4輪、ソーダシステムをさらに進化させ、812スーパーハストにも採用。フェラーリではこれをバーチャルショートホイールベース2.0システムと称している。 これらはフェラーリの挙動制御システムであるサイドスリップコントロールと連動させるものとみられる。2019年9月812スーパーハストのオープンモデルとなる 812GTS が発表された。812GTS は1969年の 365GTS4 以来フェラーリとして50年ぶりのフロント V12 レイアウトのスパイダーであり、 14秒で、オープン、クローズ、最大で時速 45km の速度でも、開閉可能なリトラクタブルハードトップが採用されて、いるのが特徴である。最高出力は812スーパーファストと同じ800馬力で、0時速 100km の加速は3.0秒、0時速 200km の加速は8.3秒、最高速度は、 時速 340km 以上と公表されている。2017年5月23日に日本で初公開された。500スーパーファスト、ジュネーブ賞2017、フェラーリ、812スーパーファストを発表ウェーブ CG、ジュネーブ賞で、ワールドプレミア812スーパーファストフェラーリ .com ロスソワーカ、セッタンタニは70を表す、サラウンドサウンド。 magazine.ferrari.com 2020年1月1日閲覧。フェラーリ 812GTS を発表。V12 エンジンでリトラクタブルハードトップ採用の初のモデルに。イデアウェーブツールズ自動車とテクノロジーのニュースブログ。2020年1月1日閲覧。800PS のフェラーリ812スーパーファストが日本上陸ウェーブ CG。 ありがとうございます。